前回はですね、世界の衣と住についてお話ししましたが、今回は世界の食についてお話ししようと思います。我々海外旅行に行ったりするときにですね、やっぱり文化が違うなっていうふうに思うのは、やっぱりこう、物を食べるときにですね、ちょっと味付けがね、やっぱり日本のものとは違うなっていうふうに思ったり、わ、この国こんなものを食べるんだとか、ね、すごいうまいものもあったり、それとは逆に、これは口には合わないなっていうようなね、失礼ながらね、そういうものもあったりするわけですね。まあそういった時に、文化が違うなっていうふうに感じるわけですね。まあこういった世界の食を、今回は主食を中心にお話ししたいと思います。まずは、主食といえば、主食になり得るものといえば、やっぱりカロリーが高いものですね。穀物や芋、そのあたりを話してみたいと思うんですけれども、まずは三大穀物からいきましょうね。三大穀物といえば米と、はい、小麦と、そしてトウモロコシ、はい、この三つをまずは押さえて、その文化圏を知ってみましょう。まずはお米ですね。お米はこの図でいうとこの緑色の部分ですね。この米、はい、米は基本的には日本、中国、朝鮮半島などの東アジア、それと南アジア、インドのね、南の方、南アジア、東南アジアで広く食されます。ですね、は主に主食とするわけですね。どちらかというと温暖湿潤、温帯から熱帯の湿潤地域で、よく食べられます。はい、そして食べ方的には蒸す、ね、炊く、まあ当然ですね、が主流なんですけれども、はい、麺にする場合もあります。麺ですね、お米の麺として有名なのがこのベトナムのフォーなどが有名ですかね。ベトナムの屋台とかに行くとですね、フォーをすごく安く売ってたりしてですね、そこにニョクマムですね、ちょっとこう、醤油みたいな、お魚で作った醤油みたいなのをちょちょってかけて食うとすごくうまいんですけれども、こういうベトナムのフォーですね。あとはお米が、このオレンジで塗られてるんですけれども、その意外とお米食べるよっていうところも、ところどころちょんちょんちょんとあってですね、ヨーロッパなんかでも、イタリアですね、例えばイタリアではドリアとかリゾットとかを食べますし、スペインでもパエリア、うまいですね、こういうものを食べたりするわけですね。ですので、このお米がっつり緑で塗られてない部分でも、ここでは食べるよとか、ここでは食べるよとか、あるいはアフリカのこの島、マダガスカルですね、この島も緑、お米の文化圏なんですね。インドネシアと深い関連がありまして、民族的にも文化的にもこのインド洋のお向かいインドネシアと密接なつながりがあるわけですね。そして、この
マダガスカルのこっち側は熱帯雨林だし、こっち側はサバナだしっていうことで、お米の生育に適したっていうところもありますので、マダガスカルは意外と米食うよっていうことを押さえておくといいと思います。このあたりね、このイタリア、スペイン、あとはアメリカのカリフォルニア、そして、マダガスカル、このあたりにもお米の文化がちょっとあるよっていうことを押さえておくといいと思います。続いてこのオレンジの広い地域で食べられるもの、それが小麦ですね。ヨーロッパ、インドの北部ですね、西アジア、そして中国北部、北アメリカ、オーストラリア、とっても多くの地域で食べられているのがこの小麦です。で、お米はどちらかというと温暖湿潤ですね、温帯から熱帯の雨がたくさん降る地域で、育てられますが、小麦はお米に比べると冷涼乾燥ですよね、どちらかというとちょっと涼しめで、ちょっと乾燥しているような地域の方が生育に適しているわけですね。まあ、ただこう育たないほど雨が降らないっていうところではないわけですけれども、そういう特徴があるので、インドでもインドの南部と北部では食べ物が違うし、中国でも北北京あたりでは小麦文化圏だし、上海あたりではお米の文化圏っていうことですね。北京に行くとジャージャー麺とかなんとか麺とか麺すごい食べるんですよね。南に行くとお粥が出てきたりするわけですよね。朝食食べる時にもそういう違いがありますし、あるいは北京の方でお粥頼むとお米のお粥が出てくるかと思ったら、黄色い感じのキビみたいなね、キビとかアワとかのお粥が出てきたりして、全然色が違うから最初びっくりしたりするんですけれども、そういう風にお米の文化圏と小麦の文化圏がこの中国やインド、このあたりね、違いがあるよっていう風に押さえておくといいんじゃないかなという風に思います。皆さんね、言うまでもないと思いますけれども、ヨーロッパではパンやパスタがね、よく食べられます。フランスパンとかね、イタリアのパンもうまいですしね、そういうパンやパスタですね、はい、インドや西アジア、中央アジアでは、インドや西アジア、中央アジアでは水で練って焼いたチャパティね、小麦の粉をですね、そして発酵させてから焼くナン、最近のね、カレー屋さんではね、ナンとお米とね選べる場合があって、ナンを食べるんですけれども、どうしてもですね、カレーの量に比べてナンの量が少なくてですね、ナンをもう一枚追加で食べたりするわけですね。向こうの作戦だなっていうふうに思ったりするんですけども、結構美味しいですよね。そしてごめんなさい、上の方に書きましょうかね。はい、中国では
中国北部では、麺類や、マントウ、マントウっていうのは何かっていうと、まんじゅうですね。その肉まんみたいなのが食べられますよと。こういった小麦の文化圏です。次に、じゃあ、トウモロコシ行ってみましょうかね。トウモロコシ。はい。トウモロコシはこの地図でいう黄色のところ。はい。トウモロコシは、メキシコ、ブラジルが主に食べられるところですね。あとはですね、ごめんなさい、この辺消しますが、西アフリカ、アフリカの西の方の一部でも食べられます。メキシコでは粉を薄く伸ばして焼いたトルティーヤっていうものね、なんかクレープみたいなものなんですけれども、それに具を入れて巻いたタコスなどがよく食べられます。はい。そうしてですね、じゃあ、この、米の地域、ね、お米の地域、麦の地域、そして、この黄色のトウモロコシの地域のお話をしましたが、赤い地域も結構大な面積ありますよね。この赤の地域は何かっていうと、それが芋類ですね。はい、穀物のように高いカロリーを持って、その主食となりうるものということですね。この芋類のお話をしたいと思います。まず、この、アンデスの地域ですね。このあたり、アンデスの地域は、ジャガイモが主食となります。アンデスの主食ですね。で、アンデスでは、アンデスでは乾燥ジャガイモのチュニーニョっていうものが主食として、食べられます。ネットでね、検索して、見るとわかるんですけども、これがジャガイモっていうぐらいなんかちょっと黒っぽくてギュッてなったね、丸いもので、なんかこう、美味しそうには見えないんですけれども、これはそのアンデスの方でジャガイモを収穫しますよね。そして、その、ジャガイモを外に置いておいて、夜が来ると氷点下までね、高い山の上なので氷点下まで下がってそのジャガイモが凍りますね。で、凍ってまた昼間になるとそれが溶けるんですよね。凍ったジャガイモが溶ける。そうすると凍らしたものを溶かすからちょっとこうブヨブヨになって、こうわかりますかね、凍らして出すとちょっとこうそのなんか質が変わるじゃないですか。そういう風に凍らして
溶かして、その時に足で踏んで水分を出すんですね。そうしてこうまた凍らして、外に置いておいて凍らして、それでこうまた昼になって溶けたら足で踏んで水分を出すっていうことを繰り返すと、そう、カチンコチンになる。水分が抜けてカチンコチンになるんですね。それが乾燥ジャガイモのチュニーニョで、それをこうお湯で戻して、その煮込んで食べるというような、アンデスの主食になっているわけです。はい、そしてですね、ジャガイモはまたこうね、小麦の文化圏ではあるんですけれども、ドイツとかロシア、このあたりでも消費量は多いです。ドイツでは、例えばソーセージの付け合わせとかにね、その茹でたじゃがいもとか揚げたじゃがいもとか、そういうものがよく添えられています。そして、はい、はい、キャッサバですね。このインドネシアのあたり、そしてナイジェリア、コンゴ、このあたりキャッサバよくありますが。キャッサバは農業の時にもお話ししたかな、熱帯の焼き畑農業による栽培です。どんな国かっていうと、ちょっと国も押さえておくといいんじゃないかなと思います。ナイジェリア、1番はナイジェリアですね。そして2番目がブラジル。だからこの辺の芋は芋ですね、赤で塗ったところは、キャッサバ、そして、インドネシア、タイ、コンゴ、ね、このあたりが 1,2,3,4,5 位だから、その熱帯地域で、焼き畑農業で育てられるよと。ナイジェリア、ブラジル、インドネシア、タイ、コンゴというふうに押さえておくといいんじゃないかなというふうに思います。そして、このキャッサバのデンプンの粉は、みんな知ってるかな？知ってますよね。タピオカ。ね、タピオカミルクティーとかね、そのスーパーで売られたりしますが、このタピオカっていうのは、そのキャッサバのデンプンを、まあ、水でさらしてですね、デンプンを取って、それを、まあ、こう、つぶつぶ状に加工すると、こういうタピオカミルクティーのタピオカになったりします。はい。続いて、芋。はい、熱帯の芋、キャッサバですけれども、今度は島でよく栽培される島の芋行きましょうか。これが、タロイモ。とか、ヤムイモですね。太平洋の島々でよく栽培されています。タロイモは日本の芋でいうと、里芋に似てる感じですかね。ヤムイモは長芋に似てる感じですかね。じゃあ先生食べたことあるのっていうと、ちょっと食べたことはないんですけれども、タロイモは里芋に似てる、ヤムイモは長芋に似てるとよく言われますね。そういうとちょっと食べてみたいですよね。味噌汁とかに入れて一回食べてみたいなというふうに思います。そして続いて、じゃあ肉類いきましょうか。
すいませんね、今日はちょっとずらずらって並べるような感じになって本当申し訳ないんですけれども、肉類、牛肉いきましょうか。牛肉はヨーロッパやアメリカで、消費量が多いですね。はい、じゃあヨーロッパやアメリカで消費量が多いっていうのはなんとなくわかりますよね。ステーキとかよく食べてるなっていう感じがするじゃないですか。じゃあ食べない地域もあるっていうことを押さえておきましょうかね。それはヒンドゥー教徒。は牛を神聖視するので食べません。ヒンドゥー教徒は牛を神聖視するので食べない。まあ、インドのかなりの部分を占めるヒンドゥー教徒は牛が神聖なものだっていうので、食べないんですけれども、ここがインドのポイントなんですが、じゃあ牛は食べないんだけど、その牛の乳ですね、牛乳やあるいはバター、チーズなどの乳製品は消費量がすごく多いんですよね。まあ牛をこう殺して食わない代わりに乳製品は結構利用するっていうような抑え方をしてるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてじゃあ次豚肉いきましょうかね。豚肉は中国での消費量が多いです。そしてイスラーム教徒は、禁忌、汚れたものだというふうに豚を考えて、するために食べないっていうことですね。なのでちょっとこことここの差があるんですよね。だから ヒンドゥー教がよく信じられているインドでは牛はね、牛自体はたくさん飼われているんですよ、インドは。ね。牛自体はたくさん飼われているけど食べないっていうだけです。乳製品はよく使います。そして豚肉の場合は、イスラム教徒は禁忌とするために食べません。だから、豚自体がいない。よく買われている頭数とかを点で打つような、そういう地図を見ることがありますが、インドはいるけど食べない。この西アジアとかこのイスラム圏ですね、パキスタンあたりは豚がそもそもいない。代わりにね、豚は中国あたりに割と密集しているので、それで見分けがつくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして羊の肉ですよね。羊の肉は西アジア、イスラム圏での消費量が多いわけですね。あるいは中央アジアとかですかね、中央アジアでの消費量が多い。
割と羊はいろんな環境に適応する、乾燥地域でも草がね、多少あれば育てられるっていうことと、イスラム教徒の禁忌ではないので、西アジア中央アジアのイスラム圏でよく食べられますよということです。続いて乳製品いきましょうかね。乳製品、バターやチーズ、あるいはその動物の乳そのものだったりするんですけれども、乳製品はまあそれはバターやチーズなどはもう世界中で食されるんですけれども、日本でも消費量はそれなりにあるんですけれども、特に乾燥地方ですね、はい、中央アジアやモンゴル、この辺りの乾燥地方の遊牧民、主食となる場合が多いわけですね。まあ、彼らにとっては羊であったり、ヤギであったりね、馬であったりは、肉はあるものの、それを殺しちゃうと生活の糧がなくなってしまうから、その、乳を基本的に主食としてやると。で、何かね、特別なこととか、来客とかあった時に、羊を殺してその肉を食うとか、そういうことになるわけですね。基本的には、あんまり肉を食べたり、はしないわけですね。乾燥地方の遊牧人の主食。そして、馬の乳は、馬乳酒とするわけですね。馬のお乳ですね、は油分が分離するのが難しいらしいんですよ。ね、牛乳とかはこうなんかシャカシャカ振ると油分が固まってバターができたりしますよね。やったことありますか？なんかこう生クリームとかね、でカシャ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 カってやると分離がしやすいんですけれども、馬の乳はそういった油分の分離がしにくいので発酵させてお酒にするっていう文化が あります。はい、こういうのがね、大体のその食文化なんですけれども、今このイスラム教徒が禁忌とするためにっていうようなお話をしたんですけれども、イスラム教徒の食べ物の禁忌ですね、これを特に書いておきましょうかね。豚肉、これは有名な話ですよね。そして飲酒を禁止すると。禁忌を避けた的にですよ、正常な食べ物を払うと言います。はい、今日本のスーパーでもですね、この豚肉使ってないですよとか、豚のエキスとか使ってないですよとか、あるいは鶏肉のパッケージとかにこのハラルのマークがあって、豚じゃないですよとか、イスラム教徒が食べても安全ですよっていうような、そういうマークが割とこう付けられている場合が多いので、よくねスーパー見てみてください。そういうこのハラルのマークがついてあると、イスラムは安心して食べられる、正常なね、イスラム的にはその汚れのないいい食べ物だなっていうことがわかるわけです。はい、そして食べ方も文化の一つですね。はい、お箸使って食べるとか、スプーンとかナイフで食べるで、世界の中では手で食べることがある、文化も結構あって、そうですね、東南アジア、はい、南アジア、
西アジアなどですね、まあアフリカもそうだったりするんですけれども、など指先を使ってべる地域も多い。もう実に上手にですね、このなんていうんですかね、ちょっとこう手を丸めてスプーンみたいにして親指で振って押し込むようなね、そういう上手なこう指の使い方をするっていう、そういう、まあ地域も結構あるわけですね。で、毎度毎度出てくるね、イスラムとヒンドゥーなんですけども、イスラム京都やヒンドゥー教徒は必ず右手を使い、必ず右手を使い、左手は使わない。右手はどちらかというと清い手。左手は不浄の手、汚い手。だから物を渡すときは右手で渡すよというような文化も、あるぐらいですので、必ず右手で物を食べますと。左手は使いませんというような文化があるということです。まあ、旅行とかに行くとですね、やっぱりこの、食文化っていうのはね、全然違うな、というふうに感じることが多いですので、こういうところを頭に入れながら旅行すると、例えば中国でもやっぱり上海や香港や、あと北京では全然ものがね、食べるものが違ったりね、お米、その麺、まんじゅうね、そして、北の方、中国の北の方ではお粥は黄色いね、キビや泡みたいなのが出てきて、やっぱり文化が違うなっていう風に感じる、そういうのも旅の一つの楽しみだと思います。今回はここまでです。